西暦2061年、世界に環太平洋連邦とユーラシア国家同盟という2つの勢力が第三次世界大戦の結果として生まれてからすでに半世紀。以来2つの勢力は絶えず争い続けてきた。 SDI 防衛システムの発達によって核は最終兵器としての意味を失い、滅亡の危機を免れた人類は生き続けてきた。破壊と絶望、そして戦争とともに、悪夢のような長期戦の末、ユーラシア国家同盟はいくつもの主要都市を失っており、連邦の優勢は決定的になりつつあった。連邦軍司令部は戦争終結を名目にして、終戦後ユーラシア中立国家を制圧下に置くために、国家的軍事力を持つ最終兵器、機動要塞ヴォーロスを建造する。だが完成直前にヴォーロスの最高司令官ライヒマン中将が裏切りを起こし、その手引きによってヴォーロスは同盟軍の手に落ちてしまう。同時に開発された要塞防衛 SDI ペイルーンもヴォーロスと共に同盟軍に奪われてしまった。ユーラシア大陸の奥深く、ペイルーンと同盟軍最終防衛ラインに守られたヴォーロスは、連邦と中立国家に対し無差別攻撃を開始した。この危機に対し連邦軍は極秘作戦を発動。ヴォーロスに搭載予定だった試験機を急遽完成させた。ヴォーロス、ヴェイルーンの索敵限界高度下において作戦行動可能な新型機、戦闘攻撃ヘリアベンジャーの誕生である。死と破壊をまき散らすヴォーロスと戦うため、制裁者の名を受けたアベンジャー。その任務は単独で敵地に侵入、ヴォーロスを発見し、そしてこれを同盟軍の手から奪回することである。